と学園はスーパーパフォーマンスグループトリプルウェイ、そのメンバー與真二郎率いる AVX 写真部。今回もナレーションは最近料理にハマっているキズレーナが担当させていただきます。今回は頑張って写真部を支えてくれているみんなに僕からサプライズを用意しました。前回與部長が用意したサプライズでリーダー2人が新たに入部。さらに Wi-Fi が内蔵されワンタッチでスマホに画像を送れる EOS M5 と EOS M10 をキャノンさんからご提供いただいた写真部。今回もマザー牧場を舞台にフォトグラファーの出水恵理子先生の指導のもと、 SNS でいいねを押したくなるような写真撮影スキルを身につけてもらいます。前回氷水の入ったコップを自由に撮影し、構図や光の使い方を学んだ4人。今回は引き続きテーブルフォトの極意を学びましょう。なぜこういうふうに撮っていただいたかっていうと、はい、水っていうだけではなく、先ほどの庄司さんみたいにこう影を入れたりとか、きらめきっていうような、もしかしたらこう雫を撮ってくれる方がいらっしゃったかななんて思ったんですけど、そこまではいかなかったですね。であとは氷のアップとかインスタなんかではやっぱりそういった何か連想させるものとかきらめきとかがあるといいねが増えますよね。なるほど、はい、なので物語を意識するときは、例えば手前が大きかったら後ろを小さくするとか、はい、そこら辺も意識しながらですね、絵柄を整理して、でファーストインプレッションはすごく大切なので、自分がいいなと思ったものを、撮影をしていただきたいと思います。テーブルフォトでは自分自身のファーストインプレッションはもちろん、何か物語を連想させる構図やきらめきがある写真を撮影することが SNS でよりいいねが押してもらえるポイント。さらにちなみにですね、マクロレンズというものを使いますとすごく近寄ってですね撮影することができますので、ただ注意点はですね、自分が影になりすぎちゃうと自分の影が入っちゃいますので、そこだけ注意しながらですね、マクロレンズをうまく使ってですね撮影をしていただきたいと思います。はい、はい、ということで EOS M10 を使っている2人は小さな被写体に近づいて大きく写せるマクロレンズを使用。EOS M5 を使っている2人は先ほどと同じレンズで、テーブルフォトを極めるためにマキバカフェの人気メニュー生チョコパフェを撮影してもらいます。いや、光が日差しが変わってる、位置が影に見てるね。時間です。早い。サクッといきましょうか。サクッと、誰も返事をしないって言われ、うん、サクッといけない。納豆部をディスるわけじゃないんですけど、うん、内容の濃さにだいぶ差がない。納豆食べてるだけでしょ。そうですよ、三鷹蒼太、これが写真部だ。ウェイウェイ、ここで難しい、どうしよう。撮ってるね、一応撮っとこう。ただのファンやこっち向いてなんか聞こえるな、撮ってる、なんか聞こえる、え、暗い、どうしよう。じゃあ俺その構図撮っとけばいいの。軽く、軽く、男子部員の皆さん、邪魔しないであげてくださいね。難しいね。どうしよう、お、いっか、はい、終わりました。はい、うまくいきました。え、すごい暗くて、どうしようと思ってました。そうですよね、うん、私アイスクリームの撮影とかもするんですけど、そうすると冷たいとこういう風になるなとか、うん、柔らかいもの硬いものとかってイメージも必要ですし、あとはこういったものをこうね、組み合わせてデザイン的にこのこれずるくない、このタイミングが出てくるんですね。それ最初に出すやつか。なんで今2人終わったんですか。たけしさん、庄司さんとは違い、写真初心者のリーダー2人にはテーブルフォトが早く上達するように
おしゃれな小道具を使って撮影してもらいます。初めて教わるテーブルフォト、その奥深い技術を身につけるため自然と集中し真剣にシャッターを切っていくリーダーたち、どんな一枚が撮影できたのでしょうか。早速先生にチェックしてもらいましょう。じゃあ生えてからいくかね。この水なんですけど、はいはい、水じゃないよね。水じゃねえ、さっきのやつ。さっきのやつね。1枚目に撮ったのが一番いいかなって。あーなるほど。でもなんか背景をこれだけにしたかったなっていうのがすごいあって、はいはい、そうですね。でその後にこれを、こっちの方がいいじゃないですか。お艶が出てるシズル感というんですけど、そういったものが出てて、なんかこう自分が接近してるこう食べるっていう意味合いが結構出てきますよね、はいはい、で光が向こうから入ってきてるので、いい向こうに誰かがいるとか、はい、こう遠近感を見せられる。あの小物を使うと、特に今この格子状のものだと手前が太くなって奥が小さくなるので、うん、遠近感が出やすいっていうのが見せ方として、普通のマクロで良かったですね、はい、だからこのくらいでバッチリです。 ありがとうございます、はい、パフェに合ってる可愛さが出てます、うん、そうですね、なんか女子っぽい感じで、女子女子女子可愛いですねいいと思いますよ。背景のバランスっていうか、背景がめっちゃいいボケてますね、うん、背景がボケてくれることによって、やっぱりその被写体だけが浮き出てくるという効果が出てくるんですね、うん、すはい、あえて上のこうとんがったところを切ってる、目線の高さを、いわゆる被写体と同じ目線に合わせるという、うん、パラに合わせるというのはすごくいいですね、はい、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、これが光が一番よくいい感じかなと思って、はいはいはい、ちょっと手前が暗くなっちゃいましたよね、うん、例えばこの形が美しければシルエットで見せるという考え方もあるので、うん、逆に真っ黒にしちゃうっていう考え方もあります。なんとなく出てるっていうことは、うん、やっぱり光の向きを考えて自分が移動するっていうことですね、うん、光の位置をですね意識すると形が出てくるっていうのがありますので、この場合だと逆光じゃない方がいいですね。そうですね、次に期待したいと思います。難しいパフェなるほど、こうきましたか。目線をですね下からっていう、なんか小さいお子さんがこれ食べたいっていうような想像できるので、はい、すごくいいですね。多分こっちのハートのクッキーをメインとして考えすぎちゃってですね、はい、アイスクリームのところがですね、はい、さっき言った後ろの背景のこの柱が、そうなんだね全部が青いバッグとか、うん、するとなんか可愛かったなと思うんですけどなるほど、もう一息ですね、はい、はい、おっしゃったんです、はいはい、ちなみにこの中で先生がいいねしたくなる、はい、デミズいいね写真は、デミズいいね写真は、そうデミズいいね写真は誰どれですか。はい、ね、私すっごいなんかエコヒイキ大好きなんですけど、やばいやばいよ。なんか皆さんのそれぞれがすごく思いが伝わってよかったんですけど、やっぱり和田さんのがなんかこうね、可愛い可愛 い感じに 100% 和田さんの写真が可愛いから、和田が可愛いの。ね、エコヒイキテーブルフォトの極意を学び、初心者のリーダーもスキルアップしてこんな素敵な一枚を撮影できたところで、続いてのアタイ部長の指令に行きましょう。読みます、はい、皆さんテーブルフォトでスキルアップはできましたが、なんか物撮りですよね、できたと信じていよいよマザー牧場の動物の撮影をしてみましょう。生き生きとした写真、はい、躍動感ある写真を学んでください、武将より。ということで、まずはポニーやサラブレッドなどさまざまな馬が生活し、乗馬なども楽しめる馬の牧場で躍動感のある写真撮影の基礎を学びましょう。さあというわけで馬の牧場の方にやってまいりました、はい、さあ馬先生どうしますか。さっきと同じようにですね、まずは撮ってみてください。なるほど、なるほど、また腕試されるというわけで今度こそ本気見せたるわ。いいブルー読むわ。それでは皆さん、空気の読めるマミーちゃんを自由に撮影してください。どうし
どう撮られたい？言ってみ。はい。ヘイマミ。テーブルフォトとは違い、動きのある被写体を撮影していく4人。どんな写真が撮影できたのか。この続きは次回の写真部で。お楽しみに。